マーズエクスプレスは2003年6月2日17時45分に欧州宇宙機関が打ち上げた火星探査機である。餌としては初の惑星探査ミッションとなった。マーズエクスプレスが映したダニエルソンクレーターバイコヌール宇宙基地からソユーズ FG フレガートロケットで打ち上げられ火星軌道への繊維軌道に投入し2003年12月25日に 大接近数ヶ月後の火星に到着した。軌道上から火星の大気や地下構造の調査を行うほか、着陸船、ビーグル2を降下させ、地表の調査と、過去及び現在の生命の兆候の調査を予定していた。火星軌道への到着に先立ち12月19日にビーグル2の放出に成功した。 マーズエクスプレスオービターは火星に接近した12月25日3時47分に、主エンジンを37分間動作させ、火星を周回する軌道に乗ることに成功した。マーズエクスプレスオービターの機体設計は、コスト削減のためエサの金星探査機、ビーナスエクスプレスにも使われた。マーズエクスプレスオービターは、現在も火星探査を継続中である。展開に失敗した。 ビーグル2号ビーグルには、質量 60kg のカプセルで、12月20日に、火星へのコースに投入され、クリスマスの日に、赤道地帯のイシュギス平原に着地する予定だった。この着陸船は、着陸、操縦用エンジンを持たない。大気圏再突入時の熱を熱シールドで切り抜けた後、パラシュートを開いて減速し、3個のエアバッグで、 着地時の衝撃を和らげる方法を採用している。ビーグルには、本体の火星軌道投入と同じ頃、火星表明への降下を行ったが、着陸推定時刻の3時間後に、アメリカ航空宇宙局の2001、マーズオレッセ星観測機を経由して、通信を行われる予定だった通信ができなかった。このため、再度通信を試みるとともに、イギリスのジョドレルバンク天文台の 電波望遠鏡によりビーコンの検出を試みた。しかし、12月26日から12月27日にかけて直径76メートルのアンテナを使用したが、検出はできなかった。一方、マーズエクスプレスの本体は12月30日に火星軌道の軌道傾斜角を変更し、極軌道に乗ることに成功した。新軌道では、 ビーグル2の近くを通過することができるため、検出を期待して、信号受信に再度取り組んだが、通信には成功しなかった。エサは2004年2月11日に、ビーグル2の喪失と失敗を宣言した。2015年1月、NASA のマーズリコネッサンスオービターが撮影した、公開像度画像からビーグル2を発見したとの報告が発表された。それによれば、ビーグル2は、 太陽電池パネルの一部展開まで成功しており、突入、降下、着陸シーケンスまで正常に機能していたことが分かった。しかし、太陽電池パネルが完全に展開しなければ、アンテナが使えず通信できない設定であった。ありがとうございます。